岩村田陣屋と岩村田藩は、品野国策軍、小さ型軍の一部を支配した藩。藩長は、岩村田陣屋に置かれた。藩主家は、内藤氏。元禄十六年八月、武蔵国に赤沼藩から転じて、内藤正友が、久軍のうち二十七家村で一万六千国を、与えられ、岩村田陣屋が置かれたことに始まる。その後、一万国分が、 摂津国、河内国内の地へ一時違法されたが、その次男である、第二代藩主、内藤正隆の第二再度作軍内の地へ違法された。また三男の内藤正直に戦国が分治された。このように所領の場所が頻繁に入れ替わることが多かったが、反省で特に見るべきところはなく、そのまま代替わりした。第六代藩主、内藤正直は,は、 老中、水野忠国の実弟であった関係で、伏見奉行となってその功績により上主格に昇進された。最後の藩主、内藤正成は、日光祭礼奉行、創舎版、寺社奉行などを歴任する。母親戦争では新政府軍に組みして、宇都宮城の戦いや北越戦争に出兵した。この頃、岩村田では築城計画がなされていたが、 明治2年に藩石奉還が行われ、さらに廃藩地県が行われて藩が廃されたため、城は未完成のまま廃城となった。そして岩村田県は長野県に吸収された。なお、建物として、蔵がジニアート近くの中島公園に築原村していたが、現在は解体撤去され、痕跡を止めていない。歴代の墓所は、青山霊園に合葬されている。 上記のほ佐作軍一村の幕府領を預かり、明治維新後に本番に編入した。ありがとうございます。